あっちゃんです。今日もね、またでっかいハンバーグ作りたいと思います。ハンバーグちゃう、ハンバーガー作りたいと思います。まず玉ねぎ、ちっこい玉ねぎ1個使いましょう。でもね、玉ねぎがね、硬いねぎやからレンチにして。楽しいしね、喜ぶし、金曜日の夜やったらいいでしょう、ああいうのもね。小さめにいただきます。結構いいかな、半分でいいかな。お肉は 100g です。レンチしていきます。まず、ミンチ。お、ちっちゃかったな、ボールが。ボールちっちゃいな。作っていきましょう。まずね、練ります。練って今回じゃないですわ。粘り出しからいくわ。前は肘が冷たいから冷たいんだけど、今日は暖かいから楽楽。それも手が冷たくてきた。手どっか出してなかった。よし、ここにね、今の入れてみましょう。さっきの柄は12歳だった。今のことね、塩結構強いのにします。これでも小さじ1ないかな、結構出ないところですね。
で玉ねぎ、ましょう。なしで肉 100% にしてもらったんだけどね。ちょっとね、前回のバージョンアップしようってね。しょ、焼いていきましょう。今回ね、ちょっとね、2回に分けていきます。2回に分けてやります。これから切りましょう。こういう感じ。
します。裏まで薄いしてから一番行きましょう。広がっていく。で中火で2分煮ていきましょう。今売れてないな。綺麗がね、綺麗。
はい。では作っていきましょう。まずパンを切ります。ちょっとバージョンアップします。でこれをめくっといて、でここにねまずケチャップ、ハンバーグ、お、のせます。で、ここに、チーズだ。で、この上にもう一段ハンバーグ、で、もう一回ケチャップで、レタス、結構たっぷりめにいこうか。レタスでマヨ、ローストビーフ、ローストビーフを上にいっぱい散らべときましょう。
激しい。で、ローストビーフのタレ。卵入れたら卵入れるか。で、かぶせたら完成です。旗がないが寂しいけどね。これはあの崩さへんように。で、あとオプションでピクルスとトマト持っていきます。あの入れる人入れへんし、自分で入れましょう。量とかね、嫌がるんだよね。一応フォークとナイフを持っていこう。フォークとナイフで食べやすいって人。よし、手を食べましょう。